ちょっとね こんばんは。ちょっと私配信始まる前に少しだけ仮眠を取ってたんですよ、ドゥームズエアって。だから髪の毛がちょっとボサボサなんですけど、気にしない こんばんは。ドゥームズエアをずっとやってるとマジで眠たくなってくるんですよ。ドゥームズデイブしまくってしまくってしまくり上げて ちょっと仮眠を取ってたらボッサボサになった。こんばんは。ドゥームズデイずっとやってちょっとやばいと思って寝落ちして、少しだけ寝て起きた。配信前にちょっと寝たらボサボサになった。今日ね、編み込みがねできるようになりたいと思って頑張って練習してたんですよ。そしたら割とうまくいったんだけどちょっとボサボサになった 寝て 仮眠とって。やっほーこんばんは。でもね、中間発表ありがとうございます。めっちゃ嬉しかった。びっくりしました。もう1位だと思わなかった、正直。だからすごい嬉しかったです。今同盟があれからみ結構みんな入って、待って、かわいい、スミックガラスやん。かわいい、やばい、スミックガラス大好きなの私。かわいい、やば、何このアイテム。かわいい、スミックガラスやば、かわいい、ありがとうございます。ケン君、スミックガラスなんかガチガチありがとう。めっちゃ可愛い。シャナタロさんも飛行機みたいなありがとう。めっちゃ可愛いんだけど、ちょ、永遠とこれ振ってほしい 振ってほしい、マジで可愛い、これ可愛い。ショールームは一生スミックぐらいしてコラボしてるんかな。コラボしててほしい。コラボだからいるのか。こんばんは。そう、編み込みがお話し会とかできるようになりたいなと思って練習したんですよ。綺麗にいけたんですけど、でもちょっと仮眠を取ったら爆睡してしまった。ドゥームズデイおかげでさっきまでチャットしてたと思うんだけど400万いけまして、めっちゃ嬉しかったです。嬉しい、本当にさっき400万いって、ポイントが、戦力が。で、本部のレベルがあと少しで19になるんですよ、私。本部レベルが。今やってる、その研究が、今やってる研究が、終わったら、もう本部レベル19に行ける。やばくない？嬉しい。こんばんは。すごいでしょ。今日も後半、ドゥームズデイの話をしようと思います。ちょっとマネージャーさんに言っとかんと。こんばんは。本部レベルがあと少しで、今18なんですけど19になって、ちょっと嬉しい。本部レベル今20超えが1人しかいないから、ちょっと頑張って20に行けるように頑張る、追いつけるように頑張ります。私たまに本当に髪の毛巻くのマジで私上手くて、たまになんかめっちゃいい感じ、本当にメイクさんとかにしてもらうよりいい感じになる時があるんですけど、人によって合う合わないのメイクさんがいるから、その時用に自分で直せるように練習しようと思って、最近ずっと髪の毛のアレンジをしてる。チャートリーできたし。こんばんは。
え、すみっこ暮らしのやつめっちゃ可愛かった。とくりん、すみっこ暮らしのガチャガチャありがとう。え、違う、めっちゃ可愛い、びっくりした。すみっこ暮らしの草刈り機さん、飛行機ありがとう。すみっこ暮らしの、え、これエビフライだよね。エビフライのキャラクターじゃない、すみっこ暮らしの。可愛いよね。ジャーキーありがとう、ガチャガチャ。すみっこ暮らしの可愛いジャーキー、あのエビフライの飛行機ありがとう。福ちゃんもありがとうございます。めっちゃ可愛い。スーさんハートありがとう。永遠とコラボしててほしい。癒されるよね。とんかつが好きです。みちゆきさん10ありがとう。10たくさん、同説さん10たくさんありがとうございます。うん、寒いな。しかし昨日の今日の朝か夕方ぐらいか分からんけど、めっちゃ雨降ってました。私記憶いなくて、なんか本当に、うん、なんかめっちゃやばい、今台風かなと思うレベルの音がして、今日の夕方ぐらいに。なんか本当にびっくりしました。めっちゃ雨降ってましたか、広島。夕方、夕方ってか今日の、昨日、今日の夕べ、夜、今日の夜中、朝雪雨降ってた。え、でもかめって言わないや、分からんけど、なんかめっちゃビュン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 すごい音が鳴ってて、なんかこれ危ない、どうして、何これみたいな。夢、夢なんか現実か分からんくて。ゆりかハートありがとう。多分現実、半分起きてて半分寝てるみたいな状態だったんですけど。ゆりかかわいい、ありがとう。こんばんは。風が強い、そう、風がめっちゃ強かった。私昨日岡山のお仕事があったんですけど、あのその時になんか雪とかまだ降らないのかなと思ってて、なんか降るかなって、明日には降るでしょうと思ったら、本当に雪のあれができた。びっくりしました。雪の警報を見て、警報というか知らせみたいなやつがあって。ももさんハートありがとう。寒い、本当にもう、あのやっと冷え性の本気が出てきた。足と手が、指先もう末端冷え性が出てきて、もう寒くて結構やばいですね。カメムシはちょうど今日、昨日エレベーター、自分の家のエレベーターに乗ったら、あのボタンを押すところに茶色のバカでかいカメムシがいて、ついてて、ボタン押すところに、閉めるボタンのところに。だからなんかうわっって叫んで、急いでもう階段で上がりました。でまあ多分エレベーターの中にいると思って、今日もどうしてもちょっと外に出なきゃいけない用事があって、もう嫌だと思ってカメムシスプレーを持ってエレベーターに乗ったら、案の定いて殺しました。そしたら死んだ。だから死んだカメムシがエレベーターに一匹おる。もう私カメムシスプレー、カメムシ全然出ないからもう一生使わないって思ったんだけど、もう焼けたちましたね。嬉しい、よかった、カメムシスプレー持ってて。茶色の、しかも茶色ですよ、もう超キモい。茶色はマジで寒い時にしか出てこないイメージ。うーん、これしたかわいそう。そんなの、そこうちらのエレベーターに乗っとるのが悪いわ。私には罪がないから。存在するだけでカメムシはもうダメだからね。でもカメムシのスプレーを売ってるってことは、殺してもいいってことじゃないですか、カメムシは。だからありなんですよ、法律とかにはならない。あの虫に対してのあの尊敬とかそういう気持ちがあるかないかよね、一
人によって、私はもう虫は本当に NG、 今日 NG なので、あの本当にスプレーで死んでもらって全然構わないけど、もうやっぱり虫の命は大事だよ、かわいそうだよって人もいるよね。やっぱ虫好きな人もいるから、子供でカメムシ好きっていう人もいるからさ、聞いたことないけど、そうやっぱかわいそうって思うんだったらもうカメムシ好きってことだからカメムシかわいそうはね、ちょっと初めて聞きましたこんばんは。今日車に乗ったら茶色のカメムシがダッシュボードの上に、上でこんにちはしてた。はぁ、もう無理、ちょっとどっか行ってください茶色のカメムシだけは本当に無理ですよ。もう緑も無理で、カメムシってもうそんだけ無理ですよ、 NG で。そう、クマとね、いやクマの問題あれかわいそうだよな。だってなんか全然関係ない殺した人になんかクレームの電話とか入ってさ、知らねえよって感じじゃないですか。かわいそう本当に。なんかだって人間とかね、すごいね害がある、あれで怪我した人とかいるわけじゃん。そんなの知らないよね、大変ですよね。うーん、そうなんですよ。たとえもうそのカメムシとかゴキブリがもう超性格良かったとしても、私はゴキブリとカメムシのあの言語は知らないし話したこともないので、そうだから性格が良くても知りません、もう見た目と匂いが苦手なのででもカメムシってあの害虫に登録されてるんですよ、害虫なんですよね、だからダメなんですよ。いやクマね、罪にはないよね、殺した人には。マジで本当に大変だわ、何しても言われるもんね、この世の中って。正直正しいことしても言われるしね、大変だよ。何かしらやっぱ否定はあるよね。こんばんは、こんばんは。いやほんとそう、こんばんは。玄太意外と怖い。いや今年に入って虫に対してのあれが強くなりましたね。なんか本当にスプレーでも無理なんだけど、今年のあの異常なカメムシのあれを捨てると、もう一匹だけだったらスプレーで対策できる感じになりました。そう、スプレーがなかったらもうちょっと家の中入れないですね、怖くて。そう、耐久性がつきました。山に行くとカメムシいっぱい。マジか。でも最近山行ってないけん、まあ関係ないけども、山に、まあ、行きたくないですねそれならなんか山登りとかしたいとかって言っとったけど、ちょっとやだな。そう、なんか畑の餌とかなんかそういうものを食べたりするから、カメムシはすごい害虫なんですよ、よくない。広島レモンさん10ありがとう、こんばんは。怖いよね、どっから入ってきたんっていうところから入ってくるしね、カメムシって。こんばんは、ガチさんハートありがとう。サミー、もう足が冷たすぎてやばい、もう末端冷え性、あのモコモコの靴下を履かなきゃちょっと無理だわ、ちょっと冷たすぎてやばい、足の裏の指が、内海の足の裏の指が初めて見せる私の足の裏、冷たすぎて死にそう。怖いよね、畑荒らしちゃうんだ。そう、畑とか荒らしたりとかして良くないんですよ。だからカメムシは NG、 害虫なんです。実はこんばんは、こんばんは、ゆきらちゃん、くすみくぐらしのガチャガチャありがとう。こんばんは、
や昨日本当すいません、予約受けして入れたりとかして本当ごめんなさい。そういえばなんかあのドゥーム戦に返信が来なくてってなってましたっていうのは嘘で、まあでも若干本当なんだけども、チリパーをちょっと聞かなきゃと思う。チリパーをね聞いてたんですよ。チリパー聞こうと思ってチリパーをちょっとリアルタイムで聞いてました。そうだからちょっと本当すいませんすいません本当に昨日は本当にちょっと最低なことをしたなと思って本当に申し訳ない。でもどうなんだろう、配信予約ってみんな入れた瞬間気づくものなのかな。配信予約って入れた瞬間通知が来るものなの、あれって。なんかすぐ入れてすぐ消してたとしても更新されてるじゃないですか。なんかびっくりして、えってもう通知が来るのあれ、一覧に出てくる。一覧ってどういう一覧ですか。なんかあのみんなの一覧、通知が来て一覧に来るってこと。えそれ常に監視してるってこと、一覧みたいなやつを。チリパをねちょっと聞こうと思ってチリパを聞いてました。なんかすごいたまにうつめりね、普通にうつめりねがあの何時何分に予約入れましたみたいなポストとかを見るんですよ、いつもしてくださってる方がいて。だからなんか通知いかないはずなのになんでこんなすぐ入れたら気づくんだろうと思って、すげえなんかそれでさ、だってお金もらってるわけではないのになんかやってくれてる人がいてすごい嬉しい、あったかい、優しくないですか。でさなんかさダメなんだろうけどさ、なんか YouTube とかに動画とか上がってるじゃん、なんかそれもなんかすごいよね。私の配信が需要があると思って画面録画してくれてんのかな。なんか絶対私の配信なんか YouTube に上がってません、違法だけどダメだけど、なんかびっくりする。優しい、なんかちゃんと私に需要を感じてくれてるんだって思う。どうでもよかったら画面録画とかしないじゃないですか。すごいね。いやでも YouTube とかだったらそれでお金稼いでるのか、私たちの一番それでやめろよやめろよ、そのお金でその再生回数で私にちょっとお金をください画面録画してよ、なんか正当化してるけどそれで再生回数稼いでんだろ、その再生回数で私にその金をくれ量に優しい。なんかまあ配信見れないって言って後からそれで見る人とかもいるじゃん、すごい優しいよね急に。でも今その人見てるかもしれないこの世の中は需要と供給できてるんだ、収益化してるやろ、収益化なんか本当にね、収益化とかしてそうウケる。あしないんかな、分からんけど。でもね、なんで乗せてくれるんだと思わない、優しい本当に。収益化とか収益化じゃなくてもう内海理恵のやつをなんで乗せてくれるんだろうと思う。乗せてとかも言ってないんだよ、勝手に乗せてくれてるってことやん。なんか本当に優しいよね。乗せてほしくない、変なやつは乗せるからねこの世の中、それだけはちょっとやめてほしい。そう、宣伝にはなると思う。全然あの再生回数とかなくても一人は見てくれてるんだと思うと嬉しいですよねこんばんは。そうそう、いやでも本当に切り抜きとか結構してほしくて、 TikTok とかに切り抜きとか結構してほしい。なんかこういうなんか今の雑談みたいなやつはあんましなくてもいいけど、なんかりえちゃんめっちゃおもろいなと思った配信とかを切り抜きして TikTok とかに上げてくれたらめっちゃ喜びます。そう、なんかやばいやつとか本当にリネ警察とかゾンビとか
なんかそうおもろいやつ、マジでおもろかった配信って過去に結構あるから私の。それでなんかあの TikTok とかに載せてくれてすごく嬉しい。うん、記念日とか。でいけちゃん、すみこぐらいエビフライのやつありがとう。エビフライの飛行機めっちゃ可愛いマジで。なんかシナモンくんのねギフトとかあったらいいのに。すみこぐらいしも可愛いけど、サンリオともコラボしないかな。一回さなんかコラボしてたけど、もうめっちゃ前よね。ショールームとサンリオが、こんばんは。でもたまになんかあのもう例えば事故とかなんかちょっとあの印判とかが見えちゃったりとか、普通に立った時になんか見えちゃったみたいなやつ、もうああいう切り抜きはもう本人からしたらめっちゃちょっとやめろーってなるやめろーってなる。みんなはいいかもしれないけど、ああいう切り抜きはあの載せるとしても自分のアカウントでは載せない方がいいよね、うん、誰が載せたとか見てるからね。ちょっとやめてください。最近はないけど、ね、えなんか X とかで、ね、回ってくるんですよ。なんかあのショールームとかもそうだけど、あの公演の DMM 配信とかのなんかターンした時に太ももが見えたりとかインパンが見えたりするやつをなんか自分なんかめっちゃゆっくりななんか自分みたいなやつにして載せてる人いるけど、もう本当無理で、ちょっとやめてほしいですあれ本当に。やべえよなんか本当に やべえよ。ちょっと本当に嫌がるよね、本人も本人たちもさ。よくないよねああいうのは、うん、そうなんですよ。で裏ではね、まあ、鍵垢とかでやるのはいいけども、もう表垢だったら回ってくるじゃん TL とかに、いいねとか多かったら。だからそういうちょっとちょっとターンした時にインパンが見えたとかそういうのはちょっとやめてほうがいいですね。うん、受け取る側がね、ちょっともうやべえよ。まあでもこの人間界はさ、もう男性がほぼ半分じゃん。だからまあそういうことに対してはなんかまあ発達してるというかなんかそういう感じであるけども、うん、ちょっとやめた方がいいですよ本当に。メンバーね、私の TL に流れてきてるってことはもう他のメンバーの TL とかに、本人の TL とかも流れてきてることだから。こんばんは。こんばんは。でもミュート機能とかブロック機能とかそういう自衛する機能はあるから、本当にそれ見て喜んでる人は見てるけども嫌だったら嫌でミュートとかしちゃえばいいから。そうそう、ごめんなさい、ちょっと私の意見を押し付けて。私がねミュートとかすればいいんですよ、不快だなと思ったやつはね、その通りにあるから。こんばんは。ドゥームズデイのちょっと話が変わるんですけど、なんかドゥームズデイのあのプレゼント企画をしたくて、テロップ変えてこう。ドゥームズデイのちょっと
テロップ変えます。そう、ドゥームゼイの昨日ドゥームゼイのチャット内では昨日言ったんですけど、超勝手な個人的なプレゼント企画をやろうと思ってて、なんか前私がショールームで皆さんのおかげで赤コウモリのイベントを参加したと思うんですけど、あのイベントの画像、オリジナル手書き自撮り画像、名前入りのがすごいなんかいいみたいな、結構好評だったので、ドゥームズデイでもやりたいなと思ってて、ドゥームズデイでやろうかなと思って、どう思いますかって言ったら、チャット内ではすごいいいって言ってくれてるから、ちょっとやろうかなと思ってて、まあ今ドゥームズデイでプレイしてくださってる方々に向けて言ってるんですけど、でもその方々以外、今から入っても遅くないし、まだまだ残り半分、今ちょうど半分の期間なので残り半分ですけど、一緒にこう入ってプレイしてくださる方々とか、気になってくださってる方とかもいるから、一緒になんか楽しめるように何かプレゼント企画をしたいなと思ってて、なんかドゥームズデイ公式でなんかサイン入り T シャツとかそういうプレゼント企画あるんですけど、これは愛子ちゃんと同じ同盟だけど、私だけの、愛子ちゃん全然関係ない私だけのプレゼント企画をしようと思ってて、で私もすごいドゥームズデイ今頑張ってるし、ファンの方もすごい頑張ってくださってるから、なんかそう頑張って、なんか他にね、それ以外にもお礼がしたいと思って、ちょっとプレゼント企画を考えました。ロブリン結婚してありがとう、ロブリン10ありがとう。でなんかまあ何人、今同盟に入ってくれてるのが37人も増えて、もうやばくない？同盟めっちゃ増えたんですよ、もうめっちゃ増えて、皆さんのおかげで同盟の数がなんかすごいありがたくて、ありがとうございますって感じなんですけど、37人で、まあ、残り3人増えてきたらちょうど40人になるから、あと3人誰か入りませんか、うつむりやの同盟に入りませんか。みんな結構すごい頑張ってくれてるから、何聞いてもすごいアドバイスくれるし、なんかすごい楽しいよ、なんかうつみりえの同盟にあと3人入りませんか、とっても楽しいよ。でドゥームズデイさんの方でプレゼント企画があるので、あんまり多すぎても良くないかなと思って、前回そのやった時はまあ10人ぐらいにしたんですけど、今回はもう5人とかでいいかなと思って、どうですか5人、抽選で5人に名前入りのオリジナル手書き画像をプレゼントしようかなと思ってて、どう思いますか5人で。なんかすごい頑張ってくださってる方とかもいるから、めっちゃくちゃだから、何か一つなんかもうこれの条件で絶対確定するっていうものが欲しくて、まあ、例えば5人とかだとすると、戦力のマックス、本部レベルのマックスが25なんですけど、本部レベルのマックス25だったらもうその人はもう絶対にプレゼントするみたいな、なんかそういう条件が欲しくて、一定のなんかその画像が欲しくて入る人もいるから、みんな頑張ってくれてるから、例えば抽選にしてなんか戦力1とかなのに当たっちゃったらちょっと申し訳ないので何かしらなんか条件が欲しくて、でもみんなが超えられる条件が良くて、私が戦力20マックス本部レベル25でその中から抽選って言っても絶対に無理だと思うから、戦力1万超えとか戦力2万超えで、2万超えてる人の中でその中から5人抽選でっていうのはありだと思うんですけど、どうですか。なんか多分もう最後まで最終日までプレイすると1万は絶対超えるんですよ、戦力が100万か100万は絶対超えると思うんですよ、無課金、本当に無課金でも私も結構できたから、
今私が400万なんですけど、それかもう戦力じゃなくて本部レベル、本部レベルなんぼでにするか、どっちがいいと思います？決め方5人の抽選もあり、本部レベル、戦力と本部レベルどっちの方が上げやすいかな、みんながやりやすいかな。でも私的には戦力もすごい上げてほしいんですけど、本部レベルをすごい頑張ってほしいから本部レベルで決めようかなとかって思ったりしてて、本部レベル25とかはすごいみんな強いってなると、まあやればできるんですけど、それは結構難しいかなと思うので、本部レベルまあ15か17ぐらい一応見たんですよ平均。そしたらみんな15とか17とかで、みんな超えとるやんって思って、だからもうありかなと。チャプターとかを全部やるってなると絶対超えるので、そこは今あの本部レベル15とか16の方がすごい多くて平均で、まあ一番少なくても11とかだから全然やればできるんじゃないかと思ってて、本部レベル15か16ぐらいからで、あのその中から、まあ、抽選で選ぶっていう形にしてもよろしいですか？本部レベル、本部レベルの方が上げやすいと思うので。そうそう、戦力って結構私もやっと400いったんですけど、400万いったんですけど、あの結構壁が分厚いんですよ。だからちょっと本部レベルの方がチャプターとかやって結構上げやすいし、本部レベルでそっから抽選で選ぼうと思います。でちょっと待ってよ、本部レベル STU48 のドゥームズデイさんの公式 X にプレゼント企画のところに本部レベル17以上の人かな、本部レベル17以上で何かしら抽選でそっから5名にプレゼントがもらえるみたいなやつがあって、それでもいいかな。本部レベル17、皆さん頑張れますか？本部レベル17、多分戦力とかより全然簡単、本当にチャプターとか全部こなして、本当にすれば絶対に、あのこのイベント終わり、イベントが終わるまで毎日やってたら絶対に本部レベル17いける、17以上いけるので、あのぜひじゃあそこからそうします。絶対いける、私がちょっと言います、本当に絶対いける、マジで本部レベル17いけると思うので。私だって1日2個上げたから、最大本部レベル、そう本部レベルを1日最大2個上げたので絶対にできるので頑張ってください頑張ってください。さあ本部レベル17以上、じゃあそのプレゼント企画の条件が5人なんですけど、本部レベル17以上で、そっから抽選で選ぼうと思います。ルーレットにしようかな、ルーレットにしますわ。本部レベルの上げ方、本部レベルの上げ方はあの多分17行ってない方とかはまだその今ワクチンのやつをやってると思うので、とりあえず本部レベル、そのワクチンのチャプターで絶対上げるっていうのが出てくるから、あのとりあえずワクチンのやつをやる、ワクチンのあの女の子のためにチャプターを全部こなして、でチャプター22とかで終わるので、それを全部やってると17は絶対来るので、とりあえずチャプターが22とか終わるまでやってください。で本部レベルを上げれば上げるほどあのすごいいい得点がたくさんもらえるんですけど、本部レベルを上げ方はもうチャプターとかどうでもいいみたいな人とかはあのちょっと見せますと、私の画面を本部レベルを私今18なんですけど、こうやって押すと、この本部レベルの真ん中をこうやって押すとレベルアップっていうのが出てくるんですけど、その条件のためにその GO とかレベル18でバリケード GO みたいなやつあるから、それを GO っていうところを押したら、その10レベル10、今私の
本部レベルを上げるために18にするために19にするためにはレベル18バリケートって書いてあるんですよ、この5の。だからこの5を押したらこのバリケートのところに飛ぶんですよ。でそれで今はスピードアップでもやってるんですけど、これ今10なのでこれを18にしたらあの本部レベルが上げれるんですよ。だからこの5を永遠と繰り返すみたいなを本部レベルをやるためにこうやってゴー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 ってやってその条件を満たしてレベルアップとかしていったらあの上がっていくんですよ本部レベル。そうあれをしてください、あれをやった、あれをもう言うが言う押すがままにやっていったら絶対できる。あのたまにホームレベル、ゴーって押してその場所に行くけどまたゴーレベルアップって押したらまたゴーって行くけど、なんで2個もゴーってなるかというと、こっちのホームレベルこっちのなんかレベルも上げなきゃいけないけどこっちのレベルも上げなきゃいけないって言って指示をしてくれてるので、ボタン押して押すがままにやってください。それは本部レベルが上がります。なんかね、存在するかわからないけどもう忘れちゃったから、あのレベル1の畑があるとするじゃないですか、レベル1の畑とレベル2の畑があるとして、トマトの畑と鉄骨トマトのレベル2の畑があるとして、で本部レベルを上げたいと思って本部レベルのところゴーって押したらレベル1の畑を2にしてくださいって書いてあったら、その1の畑のスピードアップを押そうと思ったらまたゴーって飛んでいくんですよ。でレベル2の畑に飛んでいってえってなったらそのレベル2を3にして、そしたらレベル1の方を上げれるみたいな。だからなんかとりあえずこの本部レベルの5を押して飛んでいくままにやってください。さあそしたらできます。そう今私もそう VIP?VIP? なんかこれを私も6なんですけど、そう6にしたら建設が2個できるんですよ。でこの VIP この VIP みたいなやつとかも課金とかしなくても毎日こうやってコツコツボタンを押していったら溜まっていくので、それをおすすめします。スピードそうスピードアップとかのやつはあのなんか本当にみんなやってるのがこのイベントはスピードアップを使いまくもう本当に欲がままに使いまくれって言ってる。なんか一回韓国のすっごいゲームが強い方が入ってきてくださったんだけど、その方がなんか言ってた、なんかもうガチのなんかそう韓国のゲーマーみたいな人が入ってきてくれて同盟に、でも多分 STU とコラボイベントって知らなくて、そうだから条件に合わなかったからちょっと退会しちゃったんだけど、その人あのそう STU のコラボイベントって知らなくて私たちの同盟に入ってくれて、そうだから本当にあの韓国のなんかゲームが強いみたいな方がそうアドバイスで言ってくれた、もうこのイベントはスピードアップを使いまくってって、そう謎の韓国人そういたよね。いやなんかマジで本当に強くていてほしかったんだけど、なんかマネージャーさんから連絡があって、なんか多分その人は普通にもともとインストールしてる方だから、そう条件が合わなかった。なんか普通にあの内海理音の URL からタップしてインストールしてくれてたら残ってたんだけど、そうホーム入力そうしないそう入れないのに、あの普通にもともと多分インストールしてくださってて、普通に全然うちむれのファンとかじゃなく Doom Z をただやりたい人が入れてくれて、さから私の同盟に入ってきてくれたから、そう多分条件に満たんかったのと、もう超かわいそうだった、なんで私を退会するのって。本当に申し訳そう条件が合わなかったんですよ、たまたま本当に。そうでもすごいあの方のおかげですごいあのハイブマインド、うん、ハイマイがもう結構大事だっていうことに気がついてずっとハイマイやってますね。それからでなんか結構皆さんにおすすめしたいのがハイブマインドをなんか丸々がうつむりが返しましたみたいなとか通知が来るんですけど、なんかあれを参加した方がいいですね。あれを参加するとすごい大量のギフトがもらえてすごいあのお得なので絶対にもらった方がいいです。あれは絶対もらった方がいいですね。入って
で、まあ、あとはそうですね、あの本部レベルじゃなくてあの戦力上げたいって人は、戦力が一番上げれるのって、まあ、レベルアップとかをしてるのもそうなんですけど、研究がめっちゃ良くて、研究の場所で研究をしたらすっごい上がるんですよ戦力。だから研究しまくってください。まあ、訓練と研究やな、訓練と研究をしまくったら、あの拳マークの戦力上がるんですけど、本部レベル上げるってなると、その GO のままにやってたら絶対に上げれます。そうなんですよ、あれをした方がいいね。そう、けど強かったですよね。そう、ひたすら研究で、私は攻撃者を解禁したんですけど、さっきで訓練スピードアップを使って10時間ってなってたんですけど、これ8時間で終わる、7時間か7時間で終わるんです。だから明日ハイブマインド3をちょっと挑戦し、明日の夜かな、多分明日の夜ですね、また10時間とかなると思うし、うん、明日の夜にねちょっとやってみようと思います。ハイブマインド3訓練めっちゃ大事なので、めっちゃそう訓練、常に私も訓練やってる、もう絶対訓練してます、もう絶対にもう訓練だけは欠かさずやってるという感じ。訓練大事ですよね。あ、なんか怪我してる、回復。そうなんですよ大学生並みにそれは大学生並みにやってるんですよ同じこと言おうとした私も同じこと言おうとしました。大学生並みに、それなロコポコすみっこガールズの Thank you。 そう、 Doom the Day やってます。 Doom the Day っていうそのゲームアプリがあって、今 STU48 とコラボしてて、そのイベントで今1位を目指して頑張ってます。中間発表で1位だったんですけど、最終日に1位だったら31日まであって、このイベントが11月の末ので、今愛子ちゃんと小島愛子ちゃんとペアを組んで2人で頑張ってるんですけど、もし1位だったら BLT さんのグラビアができるということで、そう、ずっと出てみたかった雑誌なので、絶対にやってみ出たいです、頑張りたい。さあ、デムゼイっていうコラボアプリ、ちょっと固定、ツイッターの固定にしとこう、ちょっと誰でもインストールできるように。あと3人必要な、欲しいんですよね、同盟の人数。あと3人でなんかあのもらえるんですよ、報酬が。あと3人入ってきてくれたら報酬がもらえるから。え、なんか今までさ結構ゲームコラボしたけど、なんか無課金でこんなに楽しめるゲームってないと思う、正直。なんか今逆に今までのゲームで課金したのかと言ったらしたことがないけど、今までのゲームでなんかずっと、まあ、課金をせずにやっててあんまり進んだことがなかったんだけど、なんかめっちゃやりやすくない？結構みんな言ってるけど、なんかめっちゃ上がる、すぐめっちゃやりやすいと思う。だからなんかゲームとまたコラボして、なんかあ課金かとかって思ってる方とかもいるけど、無課金でね結構上がる。え、全然レベル10何本とかいける。そう、アイテムめっちゃもらえるんですよ。アイテムめっちゃもらえるし、あのマジであのなんていうゾンビっていうけど、リアルなんやけどグワーとか急に来るわけではなくて、普通に楽しい。私が多分ゾンビが好きだから楽しめてるのかもしれないけど、普通に楽しい。なんか結構調子いいですよ私今回。ゲーム今までコラボしてきたゲームアプリの中で結構一番調子いい気がする。あと理解してる、ちゃんとなんかこれがこうとか分かりやすいんだ、多分このゲーム自体が。この私ですら理解ができるってことはめっちゃ分かりやすいんですよ、一つ一つが。だからおすすめです。
そうなんですよ。なんか最初インストールしたらちょっとだけプレイしなきゃいけないのがあるんですけど、それをクリアすると同盟にも入れるので、一旦それはちょっとクリアしてもらったらと思います。そう、報酬がいっぱいもらえるからなんだよ。今日私あのイチョウの葉とか並べたんですよ。そういえばお花とかだから、イチョウの葉とかあのこの花壇とかも並べて、ちょっとずつあの綺麗にしていこうかなと思ってて、リノベーションしようかなと思ってるんですよ。私視力悪いですよ、めっちゃ悪い目。リノベーション対戦、え、そう、対戦でもうボタン押すのめんどくさいみたいな人とか、オート機能があるからマジでいい。私もあのオート機能を使ってました。あのオート機能を知ってから最初気づかなかったんですよ、オート機能。そう、一生私も最初気づかなくて、でもオート機能を使ってそうやってもらってます。でもオート機能でもたまに勝てない時があって、それはそのためにはあの戦力とかレベルアップをして、あのヒーローとかのレベルを上げるとオート機能でも勝てたりするので、そう、でも比較的本当にやりやすい。あの二丁銃のショートの女、え、あの人強いん？マジ？え、あの人さ、なんか愛子ちゃんがなんか推しとるよね、あの人のこと。私このなんかこの結構ウェイみたいな、はい、おばっそめーみたいな、こうガム噛んでる女の子推しなんですけど、あの人強いんや、ガチか。え、私さもうさ横綱全然出てきてくれないんけど、もう無理。高度なガチャもうなんか全部使い切ったんですよ。中間発表の時に71個ぐらいあって、ガチャガチャのあれがもう71連とかやったんだけど出なかった。もうふざけるなよ。でもみんな普通に出てるんですよ。もう本当に悲しい。なんでだろう、毎日やってるんだけどな。そう、ちょっと悲しいですね。雷五郎さん出てきてほしいんだけど全然出てきてくれないから、ちょっともう本当にちょっと悲しいかも。このままだったら終わるまで出てきてください。しかも雷五郎ってめっちゃ強いらしいんですよ。むかつ強いのに普通に出てくるから、そう、無課金で出てくるから絶対ゲットしててほしい。絶対ゲットしてほしい。ゲットしたいです。雷五郎さん普通にみんななんか初めて出てきたキャラクターが雷五郎だったとかっつって、なんでって思ったけど、私も持ってないのね。本当出てほしい。なんかでも一人気になってる人がいて、あけみ、あけみみたいな、この人の顔なんか可愛い、なんかめっちゃ可愛い。あけみ、あけみこれ強いんかな。私あけみちょっとレベルアップしてなくて、なんか雷五郎を持ってる人はこのマーティンっていうキャラクターと雷五郎を一緒に二個使いしたらバカ強いらしい。マーティンと雷五郎はもう合法、マジでやべえってなんか書いてあった。でもショートカットの女の人さ、もなんか使ってる人多いよね、クリス。私はこのクリスは全然レベルアップをしてないんですけども、ジェレミーイケメンじゃね。え、ジェレミーイケメンじゃね。ちょっとなんかわけ、アレクサンダーソコロフさん、この人なんかイモステレビのカメラマンさんにそっくりですね。この人めっちゃイモステレビのさカメラマンさんに似とんやけど、このアレクサンダーソコロフさんめっちゃイモステレビのカメラマンさんにそっくり、スチールの。めっちゃ似てる。あけみ強い、マジか。え、あけみ強い。え、あけみちょっと育てるわ。わかりました、あけみ育てます。
開ける開けるじゃない開け目一回も育ってないからちょっとレベルアップさせがめっちゃ。アキメレベルアップします。えマジでアレクサンダーなんとかのさっき言ったキャラクターイモステレビのスチールの撮る人そっくりマジに撮る。これは今 STU48 とドゥームズデイさんっていうコラボあのゲームアプリがコラボしててそのゲームを今プレイしています。ちょっとアキメ今レベル10までランクアップさせた。あけみ一回も全然やってなかったんだけどちょっとレベル10まで上げました。いやあけみ強いんやん。スチャレ、スチャレ、私スチャレ全然わかんないんですよね。スチャレまだ1回しか出たことがないんですよ。こんばんは。しかも超研究生の時、めっちゃ昔。こんばんは。ヤマステレイのカメラマンさんにそっくり、スチール撮るカメラマンさん。雷五郎出てきてくれないかな。ずっと待ってるんだけど、もう一回だけやってみようかな。今からコードのガチャ、コードガチャ一回だけやってみようかな。コードのガチャ一回だけやっ、あ無料ガチャちょっと今できるから無料ガチャ一回やって、この配信で一回だけコードのガチャやってみますね。じゃあもうパワーをちょうだい。お祈りをしよう、お祈りをしよう、お祈りの儀式をしたら出てきてくれるかもしれない。ドゥンドゥル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 、雷五郎そろそろ出てきなさい、お願いします。雷五郎、雷五郎、雷五郎、そろそろ出てきなさい、じゃないと出てこい、頼んだぞ。今押しました。来い来い、あー出てこなかった、あーもうなんで、もうやだ、何年したと思ってんねん。俺はさ、お前のためにさコードのガチャを何年したと思ってんねん。いい加減出てきなせえな、ほんまに。何年生と思ってんねん。多分こんだけ世界中で雷五郎をこの求めてる人いない、私以外いないでしょ。もう何年生と思ってんの。雷五郎出てきてほしい。ちょっとあと1個だけあるんですよ、コードのガチャのチケットが。あと1回だけやるかな、あと1回だけやるわ。もうきっと出てくる。もうでもこの1回チャンスはね、いっぱいあるから、使えるチャンスは使っていこうじゃなくて、あと1回あるからね。ちょっと、ちょっと今からね、ちょっとコードのガチャをやります。あと 1枚だけあるから、コードのチケットが。じゃあ今からね、コードのガチャのチケットを使っていきます。ということで、もう1回お祈り、ドゥンドゥル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 、雷五郎出てきなさい、お願いします。うわあ出てこい、押します、来るよ。あー出てこない。ああ、まあこれも人生よね、これも人生よ。
まあこういうこともありますわ。ってことで無視しよう。悲しい。ライゴ、あ、ライゴロウなんですか。雷ゴロウじゃないの。それはちょっとダメかもしれない。ちょっと明日じゃあライゴロウって言って出てもらいます。ライゴロウっていうの知らなかった。みんなライゴロウっていうらしい。知ってた？私は知らなかったです。ごめんなさい、名前を間違えて。そんな失礼なことはしてた。だから出てきてくれなかったのかもしれない。そんな失礼なやつには俺は出んって。だからか。じゃあまた明日やってみよう。明日もゲットしよう、チケット頑張って。いや、あけみが強いって知ってから、あけみはちょっと分からん。雷五郎なんかライゴロなんか分からん。雷に五郎って書くんですけど、ライゴロなのかな。出てきてほしい。そろそろずっと待ってるよ。まあこのイベント31日まであるので気長に待ちましょう。圧をかければかけるほどプレッシャーで出てきてくれないかもしれないから。ちょっと無視をします。ふんふん。今もちょっとゲームをしてるから、ちょっと下向いて無言になってる時があるかもしれない。まっちゅんさん、エビフライの飛行機ありがとう。ヘルプ機能ってやばいよね。だって28分とかの建設とかでも一瞬で終わるもん。ヘルプしてくれたらみんなが。さっきヘルプ出したんやけど、あともう2分でヘルプもう建設できる。あと23秒。今誰かヘルプしてくれた N なんとかさ、あ、イエーイ、建設できた新しく。え、みんなさ、私さ最近人のシェルターを見れるっていうことが初めて知ったんよ。みんな知ってた？私のシェルター見れるんで監視できるんだよ。初めて知って。私のシェルター見た人いますか？ちなみに見てる？私のシェルター見た？でそれを知ってから、あ、綺麗にしようと思って、なんかすごい花壇とか植えるようにしたの。今日埋めたの、花壇とか。ヘルプありがとう。ええよ。ええやん。ええやん。私の見れるんだよシェルター。私、え、じゃあさ、あと何秒で建設ってとか見れるの？あと何秒で建設とか見れる？でも私今瞑想してて、シェルターが瞑想してて、なんかもうちょっと綺麗にしたいんですよ。なんかリノベーションできたらなと思ってて、なんかこのお花畑のところと、あの後ろの木と、木はすごい気に入ってるんだけど、なんかちょっと微妙で、他がちょっとリノベーションしたい。今日の夜リノベーションするかも。あ、それ見れるのか。タクワトロさん、すみこ暮らしありがとう。かわいいよね、すみこ暮らし。建物が、あ、マジか。え、じゃあ今私建設の訓練ですのやつでさ、焚き火が見えないんだけど、焚き火、超ちっちゃい焚き火とかも見えてるってことが。なんかもっとリノベーションしたい。なんかあのダイヤがあればね、あのすごい可愛いクッションとか毛布とか買えるんだけど、ダイヤが私全然持ってないから買えないんですよね。
この溜まってはバッグの中に溜まってはいるんだけど、ちょっとあんま使いたくなくて。え、全然覗いてる？勝手に覗いた。建物。え、でもみんなのやつ見てすごい勉強になった。結構え、かわいいと思って、ちょっと見てみよう。りねちゃん今入ってくれてる同盟のみんなのやつを見てすっごい参考になりました。うまっと思って、すげーってなってよ。私なんかゲームの鳥居とか欲しい。鳥居とか欲しいな。大きな焚き火欲しい。あと一般な街灯も欲しい。ソファーも欲しい。ゲームセンターも欲しいし、鳥居も欲しい。え、スカルの骸骨の血まみれのなんとか欲しい。大きな焚き火欲しいな。ちっちゃい焚き火ってほんまにちっちゃくない？私のちっちゃい焚き火を集合させたらでかくなるのかな。逆にレイアウト気にしてなで配置綺麗にしようと。え、頑張ろうね。私もちょっと今日の夜綺麗にするわ。なんかもうちょっと可愛くリノベーションできる気がする。なんか気に入らなくて、なんかすごい可愛くしたいんだけど難しいな。なんかすごいレベルアップで統一させたら大きさをで、病院とかのあの大きさとかもレベルが全然違うから、病院とかをちょっとレベルアップで統一させたらすごい綺麗に見えるんだけど、病院がちっちゃかったら大きかったりするから、一個だけもでかいのがあって、ちょっとそれをね統一させようと思って。レベル16とかにしたらすごいでかくなって可愛いんだけど。先にニレの木。ニレの木って何なん？ニレの木？ニレの木？ニレの木って何なんだろう？ニレの木。それ好きなん？あ、ほんまや、ニレの木。え、ニレの木私使ってるよ。ニレの木買ったよ、これ持ってるよ、5個。なんかイチョウの木とかカエデの木とかさ並べたらすごい可愛いと思ってさ、なんか並べたけど全部買いたいな、これ。木って1000円とかで買えるし、あの木でしかも無料のやつで。こんばんは。そうそう、ちっちゃいよね、割とちっちゃい焚き火、ほんまにちっちゃい。これ大きい焚き火はほんまにでかいけど、え、ねえ、なんかさちょっと思ったのが、なんかダイヤちょっと頑張ろう、貯めよう、頑張って。全然200、300とかあるんだけど使いたくないな、もったいなくて。ね、でも中間発表の時にもう本当に1位になりたくて、もうどうしても本部レベル18位に滑り込みでやりたくて、持ってるトマトとか銀のあれなんかパックとかもう全部使いまくった。ガチャとかも71個とかあったんだけど、チケットが71連やって
あのコードのやつがもうなんか30個ぐらいあったんだけど30も全部やって、あのバッグの中に入ってるこのなんかランダムシーンなんとかパックとかもなんかめっちゃあったのよ、300とか。それも全部マックスで全部使い切って、ダイヤも全部使い切ってそしたらねいっぱいできた。めっちゃずっと監視してずっと頑張って頑張ってやりまくってやりまくってな、滑り込みで入れできたからめっちゃ嬉しかった。だからマジでもう本当に一日で本気出せばめっちゃ頑張れる、できる、進められる。こんばんは、三つ編みかわいい、え嬉しい、ありがとうございます。自分でやったビーよ。ちなみにもうなんかちょっと配信始まりにちょっとあのベッドの中で潜ってたからちょっとボサボサなんですけど、自分でやったビーよ。ジムの中ね、なんかちっちゃい頃私結構 YouTube とか見て髪型の練習とかしてたんですよ。三つ編みとか編み込みとかフィッシュボーンとかの。だからなんかすごい楽しい、最近自分の髪の毛をいじれるが。え、ハイブマインでやろうかな。今ハイブマインでやるけど来てくれる人いますか。ちなみにレベル2、今からハイブマインド開始します。ん、同盟は同時になんかできないんだけど、誰かやってる、あ、誰かやってる、参加しよう、参加してるやん。ピタさんがハイブマインドをやってくれてるわ。それに参加しました。レベル2のハイブマインドをやってるからか、なんかやろうと思ったらダメだった。うちみりんもハイブマインド3でやりたいな。無理か、一回訓練しただけじゃ無理かな。突撃者レベル3のハイブマインドを今からやるんですけど来てくれますか。一回もう突撃者解禁して1回目の訓練が終わったんだけど、2回目の訓練はまだ終わってなくて、あ、まだ私1回目の訓練中か。あー全然だ、明日はやっぱダメだった。やりたかったけど無理だった。ちょっとハイブマインドサイン立てて立てて、私が立てれない、立ててください、入る。そしたらハイブマインドさん立てて、そしたら入るから。来た、 OK、 参加したこの人が立てるハイブマインドさん大好きすぎるんですよ私が人が立てたら絶対勝てるもんハイブマインド人が立てたら絶対勝てるからこれ大好きでもみんなさハイブマインドさあんま立てようとしないよね。立てていいんだけどね。積極的に行きましょう。ハイブマインド頑張ろう。どうだ、よし、ありがとう。チコさん10ありがとう。ドゥームスターねえ、誰か、私さ、アイコちゃんの本部レベルの見方が、アイコちゃんって今本部レベルなんぼなんだろう。アイコちゃんが戦力今5000とかなんだけど、私今4万、違う、400万、アイコちゃん500万とかだから、もう100万頑張れば追いつける。だけどもうアイコちゃんの本部レベルってどれぐらいなんだろう。ちょっとマジで一緒の同盟だから素を聞いてモチベーションというかその高めてる。あ、自分ももっとやらんと思って、でもほんとずっとやってるけど、あと少しで18とかに行くから、来週か今週中には20行くんじゃね。私本部レベル、これ来週か今週にあれ20行くんじゃね。私の同盟で今本部レベルが20超えの人って一人だけかな。
すげえよな。頑張ろう。あいこちゃんレベル17。マジ？え、なんかさ、本部レベルはそんなに高くないのに、あの、なんで戦力が500とかあるのかがわからない。すごくない？え、それなん、どうやって上げてる？え、なんかこれ何回も聞いて、なんか、え、どうやって上げてるんですか？なんか、あの、戦力と、本部レベルと、あの、戦力が比例してないんですよ。なんか、え、どうやって、私もずっとやってるんですよ。本当にもうずっと開いて何時間後にアラームをセットして、何時間後って来てくる前にあゼロになった瞬間に訓練って押してて育てまくってるんですけどね。なんでなんだろう。でもやっと400の壁に行けた。なんでなんだろう。めっちゃやってるんだけど、なんか、で、愛子ちゃんが研究がいいって言ってるから、私研究をめっちゃ進めてるんですよ。研究をめっちゃ頑張ってて、なんでなんだろうね。研究進めまくってる。え、でも今やってくださったやつ全部やってるんだけど、なんでなんだろうね。軍事研究戦力上がりやすい。軍事研究、ちょっと待ってよ。軍事、あ、こっち、あ、軍事研究やってるわ。軍事研究やってます。でも技術を私満帆に、技術全部満帆にしてて、軍事研究の方が上がりやすいのか。 OK、 やっと今日でも突撃者の研究ができたんです。解禁できたから、今突撃者じゃなくて別の研究やってて頑張ります。じゃあ軍事研究ちょっと頑張るわ。ありがとうございます、教えてくれて。本部レベル25で1万ポイントもらえるので最終日に、だから本当に25にしたくて、愛子ちゃんと2人でマジで本部レベル25だけにはしようって言ってて、本部レベルだけはマジで頑張ろうって言ってたから、本部レベル私自分頑張らなきゃと思って、もう愛子ちゃんがもう超強いで、愛子ちゃんの同盟のめっちゃ強いんですよ。めっちゃメンバーがいて80何人とかで、37人とかなんだけど、あと3人入ってくれたらうちみの同盟に40人いくんですよ、半分。だから本当に愛子ちゃんもすごい頑張ってくれてるから、自分もなんかあの追いつけるように迷惑かからないようにちょっと頑張ろうと思ってて、あと3人入ってくれませんか誰か。そしたら同盟愛子ちゃんと半分、愛子ちゃんが80人ぐらいいるんだけど、80何人とかいるんだけど、まあ、でもっと増えてるかもしれないけど、わかんないけど、もう半分行きたいんですよね。あと1万で自分も500万いくから、愛子ちゃんと同じところに立てるから、もう本当にあと3人入ってくれくれないかな。ゲームチャットめっちゃやってる。チャットはあの返信してくれないと私がメンヘラ起こすので私があのメンヘラ起こすのでチャットは返信してほしいんですちょっとなんかちょっと返信してくれるんだけど、ちょっとでも遅かったりするとちょっとメンヘラ起こしてくるそうそう、あ、オンラインになってるもん。オンラインになってるってことはみんな見てるってことなのに、あの全然すぐに返信が返ってこないからちょっと寂しい。でもみんなの返信はマジで秒で返してるじゃん私そうそう、みんなの返信バカ早くない？めっちゃ早くない？私夜中3時ぐらいまでやってますよ普通に。え、おいしもさすがに誰か寝てるやろと思ったらみんな起きてるからみんなやっといなと思って、今後は7秒以内に嬉しい嬉しい、かわいい、嬉しい、お願いします7秒以内みんなもう来といなと思う、嬉しいよ、2時とか3時とか全然やってるから、オンライン寝てる、オンラインで寝てるそういうこと、開きっぱなしってこと。
やばい、今ほぼ全員オンラインになってるこのゲーム、すげえすげえ、ほぼ全員オンラインになったんやけど、すげえ、みんな見てくれとんや、この私の配信、ヤッホー。ちょっとチャット送ろうかな今から。えてかボイスメッセージ、ボイス機能使いたいんやけど、ボイス機能使えんやな。ちょっと今スタンプ送ってみました、ヤッホー。えじゃあリネの配信を見てくれてる人、リネの配信を見てくれてる人、何かください。めっちゃすごいめっちゃ編集返ってきたすげえ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 、めっちゃ編集きた、こんな勢いのあるのは久々や嘘、久々じゃないなんか本当に嬉しい、かわいい、んんみたいなスタッフじゃなくて、んんこれかわいいよね、このワンちゃんみたいなこのさアフロのやつあるじゃないですか、このアフロのさやつってなんか詰め込んでる人みたい詰め込んでる人みたい、これアフロのなんかこれボクサーみたいなボイスメッセージみたいな機能さ多すぎるっていうかさ、やりたいんやけど全然できない。え待って、ええ物資届いたえ嬉しい、なんかファンの方から物資が届いた、嬉しい、誰だろう、え嬉しい、マッチャンさんトマトありがとうございますえトマトのキック届いた、え嬉しい、ありがとう、え優しいえ物資届いたんやけど、えそう、え嬉しいえなんか結構大事、結構さいるよね、なんか必要不可欠やない、トマトとか木とかたまになくならんでさ、レベルアップしたいのできない時あるじゃん、めっちゃありがてえ、後でお礼します、ありがとう、嬉しいおもろい、ってハイブマインド、あ入れんわ、ハイブマインド今やってて入ろうと思ったら入れなかった満パンで、えなんかチャット、えどう、えマジでなくなるよね、えどう一瞬でなくなる、どうマジでなくなる、え私だけかと、私だけこんなどうなくなるんかと思ってた、えどうマジでなくなるよね、ガチでそれ、しかもさどうってさ、レンジってガチャに出てこんくね、世間なんかえみたいな、なんでガチャに出てきてくれんのみたいな、ちょっとどうマジでなくなる、なくならんよね、なくなるよね一瞬でめっちゃわかる、どうマジでなくなる、ハイブマインド、ハイブマインドめっちゃ早いな、みんなハイブマインド頑張ってるからね、ハイブマインド、ハイブマインド私も夜中とかに言ってもすぐ入ってきてくれるえてか入ってきてくれなかったら招待するもん、私入ってこいよって言って入ってきてって言って招待するもん、そうでもたまに拒否られるから、えなんで招待したのに入ってきてくれないのってメール起こすメール起こす、たまにいつも、えやっぱりさ吉島レモンさん、エビのスミクグレスのギフトありがとう、かわいいよねスミクグレス、ハイブマインド参加したい、ウレピー、あターゲットの軍師が、えハイブマインド入れなかった、ねえみんな早すぎる、もうこれ全部入れなかった、今のハイブマインド今入ろうと思ったらもう入れなかった、みんな早すぎだろ、ちょっと私もハイブマインド入りたかったな、ハイブマインドは絶対に入るようにしてるんですよ、だからもしうちみが入れなかった、入っていなかったら入れなかったって思ってください、絶対に毎回入るようにしてるんですよ、通知とかも来るじゃん、悲しいピ
円。ヒーローのアリソンって強いのかな。アリソンなんかそんな強いとか聞いたことがない。選べる資源パック銅に、あれめっちゃいいよね。なんかたまに銅だけ少ない時あるけど、銅にしよう。あれめっちゃ選べるのめっちゃ良くない？めっちゃありがたい。選べる資源パックあれめっちゃいいよな。知ってますか皆さん、こういうなんか資源とかがあるやつで、この中級資源パックっていうのがあったら、使用すると押したらこう選べるんですよ何個か。で私はこの銅をね選びます。でなんかトマトとか木とか5万なんだけど、銅だけやっぱ貴重だから2万5000とかちょっと少ないんですけど、私はちょっと銅もらおう。この選べる資源パックとかこういうのが300個とか溜まってて、めっちゃ前に中間発表の時に、でもこれ全部使わなきゃ間に合わんと思って全部マックスで使って、一回あのバッグの中が使えるもの使えないもの以外全部あの、ま、あのすっからかいになりました使えるものだけ使おうと思ってめっちゃ頑張ったらすっからかいになりました。なんかする、あちょっと待ってストップ、あと少し、あできた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 、トークは滑り込みでできた。じゃああのーそうプレゼント企画のやつも考えてよかった。じゃあ皆さん、あの1名 の, あの手書き の, あのこの前ショールームのやつでのやつが欲しい、ショールームの画像みたいなやつ、手書きの自撮り画像が欲しいっていう方はですね、レベル17以上を目指してくださいということです。本部レベル戦力は結構あれなんだけど、本部レベル17は今平均一応見てみたんですよ。なんか平均がもうで本部レベルなんか6とかだったらみんなちょっと難しいなって思ったんだけど、割とみんな本部レベル15とか16あたりだから、全然17以上いけるやんと思って、だから17を目指してください。チャプターはやれば上がっていきます。本部レベルはチャプターやってたら自然とっていうか強制的に上げざるを得ない、ワクチンを打たざるを得ないから、本部レベル 5のこのレベルアップ5を押してください。そしたらあれです、めっちゃ低い。いや本当にあの毎日ログインしてコツコツやれば絶対17以上いけるから、まだあの時間があるので、このイベント終わるまでに17にしてくれたら大丈夫だよ。あのチャプターを優先しなくても本部レベルだけを優先しても上げることができるので、この本部レベルのレベル上げレベルアップをしてこの条件を満たしていけば上げれるので大丈夫。私は1日最大2個上げれましたから、本部レベル、しかも無課金で上げれたから大丈夫だよ。その代わり朝から晩までめっちゃあのやらんといけんやらんといけん。なんか時間がね、スピードアップをもらうため、スピードアップを使えたら一瞬で終わるんだけど、スピードアップがなかなかね、あれだったらねちょっと難しいから。でもあの強い韓国の人はちょっとやめてしまった、あの謎の韓国人はあのこのイベントはあのハイブマインドを常にやってくださいっていうのと、あとスピードアップを惜しみなく使いなさいっていうアドバイスをもらったので、中間発表でもうめっちゃ惜しみなく使いまくった。ヘルプめっちゃ早いからね、マジヘルプ秒で返すようにしてる。私もハイブマインド参加したい、シャッ滑り込み参加完了。ハイブマインドだとめっちゃもらえるから、ギフト大量のギフトが全然で、なんかあの銅とかなくなりやすいと思うんですけど、寝る前に銅とかを集めたりしたら寝て起きたら銅が溜まってるみたいな感じ、集めるやつをしたらいいらしいっていう、すごい効率のいいこともね教えてもらったので、
うやってするようにしてます。皆さんのアドバイス通り。なんかねさっきチャットでピエロ送ったんですけどピエロ絵文字が来た。ハイブマインド勝ったー、よっしゃ。なんか何がもなんかもらえた、嬉しい。じゃあ私今からレベル2のハイブマインドするので誰か入ってきてくださいね。はいはい、うちの家のハイブマインド始めたからやってください。私が霧の探索を自動で、え、あれやばくない？あれ感動したんやけど、霧の探索みたいなやつ、あれやったらさびっくりして、何あれすごいと思って、なんか自分でやるやつ全然ちゃうやんと思って。そう、自動の探索あれめっちゃいいよ。あれやばい、ガチで、あれ絶対した方がいい。勝手にあのめっちゃいろんなところまで行ってくれるし、めっちゃおもろい。あれやった方がいいですよ。え、すごい、みんな入ってきてくれた。もうたまった、はやっはやっ、ハイブマインド。頑張りましょう。あと4分後に入れます。あと4分後に始まります、本番が。ハイブマインドな、これ私がレベル3とかできるようになったら多分元はいっぱい入れるんやけど、さっきのレベル3ですらいっぱい入ってきてくれたから、みんなが楽しみな。ハイブマインド、私は思ってて、ハイブマインドレベル3を出せるよう、出せて勝て、出せるのはいいけど、勝てたら、あ、1枚になった証拠だなと思って、思うので、とりあえず、私今訓練頑張った、頑張った明日の夜、ハイブマインド3をやります。ハイブマインド、さっきのレベル3、勝てた。嬉しい。ありがとうございます。マジでヘルプ早いよね、うちらのグループ。チャットになんかさ、新しく入ってきてくれた人がなんかチャットにさ、なんかめっちゃ早いみたいな、たまるみたいなこと言ってたけど、いやマジで一瞬だよね。ありがたいよ本当に、みんな協力し合って。昨日岡山県の仕事の話をすると、ちょっとどんな内容か言えないんですけど、ヒーターと沖さんと一緒の仕事だったんですよ、岡山県で。でなんかひーたんがもうずっとなんかずっとなんかもうずっとなんかもうおしめおしめって言ってくれて、もうめっちゃ嬉しいの。なんかでなんかそんなことあるかいなとかって言ってで、なんか本当にずっとおしめとかって言ってくれて嬉しかったんですよ。でなんか3期生なんかびっくりしたのが、なんか自分で言うのもあれなんですよけど、これをなんかマジレスして言うのもあれなんだけど、なんかひーたん曰くなんか3期生の中でなんか私が内海でなんか流行ってるらしくて。でどういうことみたいな、なんか内海里奈がなんか流行してるらしい3期生の中で、なんか里奈さんがすごいなんか流行してたみたいな、えどういうことみたいな、私なんでみたいな言ったら、なんかおもろい、おもろすぎてなんか流行してるらしいです。私なんか一回そのこの前のユミリンさんの卒業コンサートの時に3期生と2期生の楽屋ってもうめっちゃ遠くて全然関係ないところにあったんですよ。でなんかカスミンとかあと園田ちゃんだっけ、園田ちゃんマネージャーさんの前だ、間違えた、そうじゃない、間違えた、園田さんはマネージャーさんの前だ、ごめんなさい、嘘、曽川さんごめんなさい、園田さんマネージャーさんの前言っちゃった、ごめんなさい。すごい、おじゃんさ、さすがマネージャーさんの名前言っちゃった、園田さんってマネージャーさんなかなかいないでしょ、間違えてすいません、あの曽川ちゃんがめっちゃおもろいってめっちゃ尊敬してるって、そうサッチーがめっちゃ
もう話しかけてくれるのよ、サッチーが。もうサッチーがめっちゃ話しかけてくれるのよ、マジでもう好きみたいな、マジで好きですみたいな、嬉しいですみたいな、こちら側もみたいな、サッチーがめっちゃ好きって言ってくれて、でなんかサッチーがなんかおもろい写真が撮りたいみたいなこと言ったら、私ソロでなんかみたいな写真とかを撮らせてあげてたの。そしたら爆笑して、でなんかカスミンとかもなんかリネさんのソロの面白い写真が撮りたいですって言ってくれたから、あじゃあ全然大丈夫ですって言って、あのすごい変なみたいなとかって写真をね一人で撮らせてあげたんですよ、こういうポーズをして。でもすごい笑ってくれるわけで、優しいじゃん。でなんかあじゃあこれ全然メールとかに勝手に使っていいよって言って、あの言ってあげてたんだけど、なんかじゃあそれをなんか待ち受けじゃなくてなんかロック画面とか待ち受けなんか何かしらの待ち受けにしてくれてるらしくて、で3期生の中でその写真を見て爆笑するっていうのも流行ってるらしくて、なんかめっちゃ嬉しいなと思って、でなんかかなうちゃんがなんか私をリスペクトしてるらしい。やばいだろ、やばくない？なんかじゃあそのお笑いとかなんかその面白い、そうサッチーがなんかそうサッチーがおもろいってマジでおもろいっすみたいな、マジ好きですみたいな言ってくれて、ずっと言ってくれるのよ。そうだからめっちゃ優しいと思って、そうめっちゃ嬉しかった。そうヒータンから聞いてびっくりしました。もう3期生に悪影響を及ぼしてないかなって思って、私のこの変なあれが。そうなんです。でヒータンとも昨日結構話して、なんかヒータンユニットとこ入りたいって言ったらマイカーって言っとって、って意外とヒータンマイカー入りたいんやと思って。でヒータンよくほんまかどうか分からんけど、もう3期生の半分はもうみんなマイカーに入りたいって言っとって、マジかと思って、やっぱおもろいのが好きらしい、可愛いと思って、なんかみんな結構可愛い系かと思ってたよ。チャートリーとかって言うんかなと思ったら、なんかマイカーとかがやっぱおもろいのが好きなんやなと思って、ちょっと嬉しいかもしれない、3期生と仲良くなれるかも、仲がなれるかもっていうか、結構もうなんか結構なんかあのすごい話しかけてくれる人が多い、おもろいって言って話しかけてくれる後輩の皆様が多くて、私もおもろいこと大好きだから、そうだからすごい嬉しくて、そうマイカー入りたいらしいですよ。そうなんですよ、意外だったな、チャートリーとかって言うかと思ったんだけどな。いや絶対チャートリーやろって、ヒーターも絶対チャートリーやろってこと思ってたけど、なんかちゃうかったらしいよマイカーって、マジかって。でもまた意見変わるかもしれんけど、ちょっと意外って言ってしまった。そうそう、うん、意外でしたね。また資源届いた。誰だろう。違うか。気のせいかもしれない。資源くれましたよ、猫給食さん、ありがとうございます。嬉しい。違うかな、そうか、違うか、なんか資源届いたみたいな、違う、気のせい、ありがとうございます、嬉しい。これ同盟のやつよね。資源を受け取りました、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。あとな、もっとなんかお礼しますわ。でもなんかお礼たまにしたくてもなんかできない時があって、なんか立ててないとダメらしいから、お礼しますので、ありがとう、嬉しい。こんばんは、りんちゃん、おもろい、嬉しい、本当におもろいのは嬉しいですよ。
面白いこと大好き。回復させてあげよう。あ、今私もうハイブマインド勝ったんかと思ったけど、まだ進んなかった。今から行軍中、今行軍中だ。頑張れ、絶対勝つんだぞ、絶対勝つんだぞ、ハイブマインドに絶対勝つんだぞ。私やりたい TikTok があるんですけど、 TikTok の話をしたらもう12月、もう来月はいいかもって言われてたらしい。悲しい。 TikTok 撮りたい、すっごいやりたい。タタタタラ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 タタ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 タみたいな、めっちゃ怖いなんかホラー系の TikTok があって、それを撮りたいんですよ。ダメかな、めっちゃやりたいの。タタタラタタタタ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 タタ、いや結構怖いなんかやつがあって、ハイブハインドに参加します、レベル3頑張れー、いけー。今ハイブハインドナウです。いけー、頑張れー、いやー、頑張れ頑張れ、いけー、もっといけー、やってやってやりまくれ、やれまくれー、いけ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 ー、もっといけー、頑張れ頑張れ、いけー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 、倒せ倒せー、あと少しやれー、やりまくれー、いけーいけー、いや、こんばんは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 、わん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 、え、誰かまた資源くれましたか？なんか、え、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、優しい。またお礼します、ありがとうございます。トマト、ハイブマインドやった、勝ったよ、これやった、勝ったぜ、ハイブマインド嬉しい。治療しとこう。ちょっと私今日の夜
この配信が終わって、まあ、もろもろ済ませて落ち着いたら、今日の夜あのルーム、とりあえずこの部屋をきれいにします。このゲーム内の部屋をきれいにして、あの自分の部屋の片付けもしなきゃ本当にやばいですし、私今日一応部屋の片付けのやる気が起きたんですよ。なんかあかりんさんがすごい頑張ってる頑張ってるってツイートしてたじゃん。だから自分も頑張らんと部屋の片付けと思って、でなっちゃんも部屋の片付けをやってたじゃん。ちょっとやっぱやる気が大事って言ってたから、私今日朝起きてやる気が出たんだけど、ダメだった、できなかった。だからやめました、部屋の掃除。この配信は25分に終わるので、私今日何時から配信したっけ。19時25分もう、ってことはもう 2時間もやってる。19、20、21、25分もやってるのかな。20時間もやったのか、記憶にないよそんなやった配信は。この配信が終わったらメール送って、その後もろもろしましたら、はあ、ライブマインドとかのやつをやろうかな。やっぱ呼べない、あやっぱやっぱ呼べないよ、永遠と呼べないよこの調子じゃ。本当に年末年始もう大変だから、今のうちに部屋の掃除をしとかなきゃいけない。もうさ本当にさもうダメだよ、もう最近もうずっとお洋服ばっか見てて、冬は服が可愛いものばっかりで追いつくわけがないだろうが、可愛い服ばっかりでさもう無理かもしれない、もう無理、ちょっともう無理です、可愛い服ばっかり、あれもこれもあれもこれもまたかいな、可愛い服ばっかりで追いつくわけがない、悲しい本当に。もう本当に延々と物欲にあふれてますね。これも欲しい、あれも欲しい、これも欲しい、あれも欲しい、これ欲しい、あれ欲しい、何か手に入れたらまたこれ欲しいと。もう私みたいに物欲がいっぱいある人いますか。物欲がいっぱいある人と仲良くなれる気がする。みんな物欲ないって言うけど、物欲がないのが理解ができない、これが欲しいとかって思わないのかな。物欲あるよみんな。私物欲すごいあって、欲しいバッグを2個手に入れたんですけど、なんかまだ欲しいバッグがもう1個あって、実はもう本当に永遠と、なんか欲しいバッグ、欲しいバッグはもうこの靴欲しい、あれも欲しい、これも欲しいって言ってて、欲しいバッグ2個も手に入れたのにまだ欲しいバッグがもう1個あって、あもう無理だよ。もうなんかじゃあ、もしこれもしもっと欲しい、もし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 ってなるんですよ。欲しいものをね、もう自分で、ね、手に入れるんだけど、もう追いつかなくてもうダメです。てかもう冬服が可愛いものばっかりで、この時期はもうアウターとかあのコートとかもうめっちゃあるじゃん、グッズ可愛いコートばっかりなんですよ。もう欲しくて欲しくてたまらなくて、なんか本当になんかコートをなんか買ったんですけど、2着ぐらい買ったんですけど、コートあと欲しいコートが3つぐらいあって、もうそんなコートいらんやろみたいな、もうそんでも欲しいんですよ。でもコートはマジで、コートって1着、まあ、私が欲しいコートは1万9000円とかもうほぼ2万、1着2万円とかするし、なんかもう絶対にそんな何個も買えるわけないじゃん。だからもう絶対に絶対にもうこんなそのままばっか買ったらもう破産するし、そんな買えないんですけど、そんな何回も着るんかったら着ないし、もう本当ダメですよ、コート可愛いのばっかで。もうこのシーズンもう、もう冬服可愛いのばっかりでさ、もうやばいよほんまに、なんかもう追いつかない、可愛いのばっかりで、なんかニーハイブーツとかも欲しいし、なんかもうやばい、もう欲しいのばっかり。
なんか今年なんか結構冬なんかバッグとか靴とか結構欲しいもの多くて、もう手に入れたんですけど自分で、なんかもうコートとかまあさ高いじゃん、一着一着が何千円とかではなくてもうほぼ2万とか3万とかするし、高いじゃん。そんなもんは4着も買えるわけねえだろ。もうほんとにやだ、可愛いのばっかりで。コート、コートは2品高いよね。コート高いよね、めっちゃわかる。もう本当に可愛いのばっかりじゃん、この世の中溢れてますとか言いながら、今日の夜も通販とか見て服を買い漁ってしまうんだろうなとかって思うけど、もう本当に昨日の深夜あの服を見てて、もう買ったらダメだと思って自制したんですよ、我慢したんですよ。で今日の朝あ買おうかなと思ったんですけど、やめて、ずっと欲しくて、でも買おうか買おうまいかずっと迷ってる服があって、なんかどうしようどうしようと思って、それはなんか一着何千円とかだけど、それを何個も買ってたら何万とかするじゃん。もうそれがダメなんですよ。で1個7000円とか6000円とかのトップスがあるんですけど、それを1個買う、通販で1枚買うってなんか悔しくない？1個だけのためになんか通販使ったの悔しくないですか？だからなんか悔しいからまとめて買おうと思ってカートに入れるんですけど、チリツモでやっぱ何万とかするわけですよ。6000円7000円とか、まあ、トップスとかを入れてたら、だからそれを見た時にびっくりするから、あもう1個にしよう、もう1個にしようってなるんですけど、1個だけはなんか満足できなくて、あじゃあ1個にカートを結局支払いボタンを押せずに、もうどうしようどうしようと思って迷ってて、そう微妙な値段で送料無料とかになったりするから、もうあれが良くないんだよ。てかもうなんか服届いた時に1着しか服が届かなかったっていう、自分が買ったものが1着1個しか届かなかった、箱を開けた時に箱はバカでかいのに中身は1個しかないってなった時に、すごいなんか寂しくなるんです。だから服を買うならまとめてなんか買いたいなと思って入れるんですけど、ダメだなって、そうもう本当に無理、もう本当に悔しい。なんかもう通販直接見に行った方がねいいんですよ、自制ができるから。でもダメなんです、直接見に行くの。広島いないから店舗が、広島にもなんかエブリンとかアンクルージュとかハニーシナモンとかできてほしい、バブルスとか。広島にもしエブリンとかハニーシナモンとかいっぱいあったら私は通ってるきっと。広島に全然ない。でもこの前パルコにミルクボーイのあのポップアップストアができてて、ちょっとこの前アパンと一緒に行ったんですけど、パルコにめっちゃテンション上がって買いそうになったけどやめた。で大愛とかは直接店舗があるんですよ、広島に。だからあーかわいいと思って、でもな結局通販で買ってるんですよ大愛って。いつも店舗あるのにもうダメもうダメだ。エピのかわいいよね、エピのかわいい。なんか大愛の店舗じゃなくて、なんかあのなんて言うんだろう、いっぱい入ったところ、なんていうんだっけ、セレクションショップみたいな、セレクトショップみたいなところがあって、その中に OI が入ってるんだけど、可愛くて可愛くてでも私なんか店員さんに話しかけるのがもうどうしても嫌で、通販で買っちゃう結局。店員さんが
でこの前アヤパンと服を見に行った時も店員さんに入った瞬間話しかけられて、そう買うのを萎えちゃって結局買わないまま終わった。なんか店員さんに話しかけるとなんか萎えちゃうんですよね、気持ちが。なんかもうわかるかな、別に店員さんが悪いとかっていうわけではなく、なんか服をゆっくり見たいのに話しかけられたことによって必ず買わなきゃいけないっていうなんか義務感、勝手に自意識過剰だと思うんですけど出ちゃうんですよね。苦手私。別に店員さんが悪いわけじゃないんだけど、なんか自分の気持ち的になんかんってなっちゃうんですよ。店員さんはもう悪くないんですよ、ゆっくり見ようと思うんですけど話しかけられた瞬間に早く買わなきゃって思って結局圧に負けてうってなって出てっちゃう。放置ぐらいが嬉しいんですよね。わかるよね。なんかさ、もうめっちゃなんかたまに私本当にあの不審者みたいな格好をしてる時とかにめっちゃ可愛いお洋服屋さんとかに入ってすると、普段は可愛い服を着ててもその時たまたまレッスン着とかなんか不審者みたいな格好をしてると、なんであなたみたいな人がこの可愛いブリブリの系統の服屋さんに入ってくるわけみたいな目とかで見られるわけよ、えーってなっちゃうよね。そういうのが怖くて、ちょっと洋服屋さんはちょっとそう本当に見に行きたい商品があった時だけ見に行くようにしてます。こんばんは。話しかけられたらすぐ出ていく、一緒だから。この前アヤパンと一緒に服屋さんに行ってって話しかけた瞬間すぐ出ていった。話しかけてもほぼ目合わせないもん。ああそうなんですか、ああそうなんですね、すごいありがとうございますって言ってすぐ出ていく。もう超性格悪いんですよ、性格悪いって思われちゃう、性格悪いんですよって言っちゃったけど、もう服屋さんに入ってる時だけは性格悪いんです。あ、性格悪いってか愛想がないんですよ私は。あ、そうなんですか、へえ、ありがとうございますって出ていくんですよ。最低じゃないですか、超性格悪いやん、愛想なさすぎやろ。そんなことない、マジ優しい。うん、なんかダメ、服屋さんにいるときは話しかけられるのは無理ですね。そう、なんか本当に調子が良くてもう服買ってルンルンでプンプンでルンルンだった時はあの別に話しかけられてもいいけど、あでも嫌だな、あありがとうございますとは返すけど、その時はテンション高いけど、しつこく話しかけるとあはいみたいな、あはいみたいな、なんかたまにさ見とるだけでもさ、なんかそれ可愛いですよね、絶対似合いますよみたいな、いや別にこれ可愛いと思ってないよみたいな時ない、なんか持ってるだけで可愛いって思われて、なんか絶対似合うとかって言われるけど、私はこれ欲しいと思ってなくて普通に見てるだけなのにって気まずい瞬間ないですか。仲良くなったら買わないといけない、そう一回すごい腰を抜かしそうになったエピソードがあって、なんか私あの原宿の OY ラフォーレ原宿に入ってる OY のお店に結構行ってたですよ、プライベートで。あのお洋服見に行きたいってなってて、普通に今見に行くじゃないですか、フォール原宿とかのお仕事終わった後とか見に行って、でまあ一回でもそんなさ東京だしさ何回も行けるわけじゃないじゃん、毎月とか行けるわけじゃないし、一回行ったんですよその OI の原宿ラフォール原宿の店に。で服買ったんですよ、店員さんと前ちょっと話してっていうか話しかけられたから、あなんかこのサイズのこれはありますかみたいなこと言ったら、そう探してくれてあったから、その時にまあこのサイズの服があるかっていうのを話をしただけなのに、で何ヶ月後とかにあの行ったんですよ、本当にめっちゃ期間空いて、そしたらなんか前も来てくださりましたよねとかって言われて、えと思って、なんか覚えられてて怖くない、なんでわかるみたいな、そうなんか東京の全然一回しか話したことがない店員さんに話しかけられてて、
なんでなんだろうと思って。でなんかその大愛のお洋服屋さん自体がまずそのメンズ向け、メンズのあれだから多分メンズが多いんだと思うんですよ。だから女の子が来るっていうのがなかなかないから覚えられてたのかなとかって思うかもしれないけども、何ヶ月後とかに行って髪の毛とかも一緒って多分違ったんですよ、髪型とかも。いや全然アイドル好きとかじゃないと思う、あの落ち着きぐらい具合は。なんかアイドル好きとかだったらみたいな感じだと思うけど、あんたにさあ、そうなんですか、すごい、なんか前も来てくださりましたよねみたいな、なんかお会計するときにまずなんか前行ったときはカードを作ったんですよ、カードっていうかポイントカードみたいなの作るかって言われたから、あはい作りますって作ったんよ。でポイントカードありますかって2回目行った時に言われたから、で2回目はそんな喋ってない、喋ってないというかもうほぼ会計の時しか喋ってないんですよ。入ってすぐこの服くださいって言ってもうすぐ出ていくっていう感じのシミュレーションしてたから自分の頭の中で。お母さんに行く時ってさシミュレーション戦、私だけなんかな、まずこの服屋さんに行ったらすぐこの商品を見つけてすぐ買ってすぐ出るみたいなシミュレーションしちゃうんですけど私。でその2回目行く時もシミュレーションして、ですぐ欲しいお目当ての服を見つけて、あじゃあこれくださいって言って買うんだけど、ポイントカード持ってますかって言われて、あなんか持ってるんですけど忘れちゃいましたって言ったら、あそうなんですかって、あっていうかなんか前も来てくださりましたよねって言って、えみたいな感じになって、その時マジでえってガチトーンでえみたいなこと言っちゃって、そしたらえみたいなこと言われて、あはいみたいな、なんで覚えてるんですかみたいな感じで、ちょっと超失礼じゃない。向こうはさなんかわざわざさ話さなくても、前来たっていうことは一時話さなくていいじゃん、なのにわざわざ話さなくていいことを会話にワンバウンド挟んできてくれたのに、服屋さんに入ってる時に私はすごく愛想がないのでなんかえとかってガチトーンで言っちゃって、もうマジでなんかほぼなんかちょっと若干ピリつき上げて私は。あなんか怖かったですね、なんで覚えたみたいな、やめてって思って、でもすぐ出てきました。メンバーズカードどうなんですかね。でも毎回行くときは本当に人が全然あんまイメージがないから一人一人覚えてくださってるのかもしれない。でももうさすがに忘れられてる気がする。そう。で服屋さん認知されたところでじゃない。認知してもらおうと思って行ってるわけじゃないから、普通にその服が欲しいと思って一回行ってなかなか行かないし、しかも東京の服屋さんですよ、もうなかなか行かないじゃん。で行ったらもう覚えられて怖かった普通に。行って、そのことがありましたね。なんかでも私人の顔めっちゃ覚えちゃうんですよ、もう本当にめっちゃ覚えちゃうし、あの忘れることがないし、そういう感じの人なのかなとかっても思った。一回人の顔見たら絶対忘れないみたいな、名前とかを例えばなんか聞かなくても顔見たらめっちゃもうずっと覚えれるみたいな、一回その人の顔見たらみたいな、そういう人かもしれない。ということでちょっと配信を終わりたいと思います。ありがとうございました。ヘルプ返しとこ。じゃあ男女読みますわ。ありがとうございました。2時間も配信した記憶はない。じゃあ13位から13位、スーさんありがとう。12位ジャーキーありがとう。11位ゆきめろちゃんありがとう。10位ゆういちありがとう。9位ハルルンありがとう。7位、8位かきひこありがとう。7位ロゴボリンありがとう。
6位ロコポコありがとう。5位広島レモンさんありがとう。4位ゆりかありがとう。3位ガッチありがとう。2位ケンくんありがとう。そして1位がドゥルルパン南波のひさとさんです。ありがとうございましたありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。じゃあまた会いましょう。ありがとうございました。2時間も配信した記憶ない。ほぼドゥームズデイの実況配信になっちゃったけど楽しかった。この後もまた夜中やりますわ。ドゥームズデイ今日はリノベーションします。じゃあね、じゃあね、お疲れ様でした。本部レベル、あ、そう決まった。プレゼント企画、うつみりね個人のプレゼント企画はドゥームズデイの本部レベル17以上でそっから抽選を行うので、本部レベル17以上を目指してください。お願いします。ではまたね、バイバーイバイバーイ。あともう少ししたら公式 X が1万1000人行くので、もしよければフォローしてくださいあと少しで本当に1000行くの。じゃあねー、バイバーイ。